セントジョセフ軍、コートハウスセントジョセフ軍は、アメリカ合衆国インディアナ州に位置する軍である。2000年現在、人口は265,559人である。ここの軍庁所在地は、サウスベンド市である。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1,194平方キロメートルである。このうち1,185平方キロメートルが陸地で9。 平方キロメートルが水地域である。総面積の0.79%が水地域となっている。ダウンタウンサウスベンド2000年現在の国勢調査で、この群は人口265,559万人、10万743世帯、6万6,792家族が暮らしている。人口密度は224平方キロメートルである。90 平方キロメートルの平均的な密度に10万7013件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人82.36%、アフリカン・アメリカン11.46%、先住民0.35%、アジア1.34%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種2.48%、および、 根結1.97%である。ここの人口の4.73%はヒスパニック、またはラテン系である。この群内の住民は25.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が11.80%、25歳以上44歳以下が28.00%、45歳。 以上64歳以下が20.90%及び65歳以上が13.60%にわたっている。中央値年齢は34歳である。女性100人ごとに対して男性は93.20人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は89.80人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は4万420ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は4万9653ベイドルである。男性は3万7076ベイドルに対して、女性は2万5310ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は19756ベイドルである。人口の10.40%及び、 家族の7.60%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の13.70%及び65歳以上の7.10%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。